あんまり力いっぱいすると血出ますよね。そうそうそう、だからね、力入れたらダメなの。マッサージ。あ、マッサージ。よし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 っていう。元気になれよ。でね、塩なので、そんなに長くできません。うん、しょっぱくなってきて。ああ、なるほど。まあ、そうね。3分はできないと思いますよ、うん、私もね時々するんですけど、これ、まあ、習慣にしなきゃいけないなと思ってるんです。まあ、だからそんなにたっぷり塩つける必要もないと思います、はい、なので優しくマッサージするような気持ちで、歯だけじゃなくって歯茎も磨きましょう、うん、ね、見えないところだからこそ習慣にしてケアをする、何よりも自分のためっていうことなのでね、気持ちもさっぱりしそうですね。そう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 、だから今日からね歯磨き粉の隣になんかこうラップでもいいし小さなお皿でもいいから、うん、そこにお塩ちょっと置いといて、ね、歯茎も磨こうみたいな気持ちでね、はい、習慣にしていただけたらな、そんな風に思います。そうですね、うん、レッツ歯磨き、レッツ歯茎磨き、今日から始めてみてください。